東芝コスミ X70A コスミは、かつて存在していた、東芝製のオートパソコンの商品名、及び商標である。Windows 8をプリインストールした p c a t 互換機。同社のメインブランドであるダイナブックのフラッグシップ AV のオートモデルであるが、同ブランドの高性能グラフィックス搭載モデルとして、ダイナブックコスミを用い、墨分けを行っていたが、 2010年夏モデルではダイナブックコスミに揃えられた。2010年秋冬モデルからの命名ルール変更により TV 中のーナーサモデルに用いることになった。2013年夏モデルを最後に販売を終了しており、現在は発売されていない。2004年8月発売開始。従来の製品よりも高画質化していることをセールスポイントにし、シリーズ開始以来、 テレビチューナーを標準装備しているのが特徴。なお、どの機種も重量が 4kg 以上と、ノートパソコンとしてはかなり重いため、デスクトップパソコンの代替として用いられる。CM キャラクターは、田村正和と山下智久。これに関連し、2008年3月公開の山下智久主演の映画クロサギとタイアップし、映画と連動したコスミの CM を放送したり、 映画の中にもコスメが登場した。2006年夏モデルからは HDDVD ドライブを搭載していたが、2008年2月19日に HDDVD 事業からの撤退を表明。HDDVD 機器の生産、新規開発を停止したことにより、HDDVD、RW ドライブを搭載していた2008年春、モデルを最後に、 HDDVD ドライブ搭載モデルが姿を消し、以降はコスミ発売当時から続いた DVD スーパーマルチドライブ搭載モデルのみとなった。2009年8月にブルーレイディスクアソシエーションへの加盟申請を発表。その約2ヶ月後には早速、ブルーレイディスクドライブ搭載モデルを製品化した。なお、コスミブランドではないが一時期、2003年から2004年頃の ダイナブックにもテレビ搭載モデルが存在したきりで、しばらくはダイナブックブランドでのテレビモデルは皆無であった。しかし、2009年夏モデルの追加モデルとして、ダイナブックブランドでは初めて、地上デジタルチューナーを内蔵した TB シリーズが新たに加わった。このダイナブック TB シリーズには、コスミで搭載されているスパースエンジェンは搭載されていない。なお、 TV シリーズは2010年秋冬モデルでダイナブックコスミ T560 シリーズに変更となったためダイナブックブランドにおけるテレビチューナー搭載モデルは再び廃止となった。ありがとうございます。